つもご視聴ありがとうございます。ヨッシーです。さてね、8月に新しい幕を購入してようやく、試し張りにね来ることができました。今年の夏はねすごく暑かったんで、なかなかキャンプに行くことができなかったんで、チャンネルの方もね、しばらく休んでいました。それと新しいギアを、紹介します。ラーテルワークスのキャリーカート、こちらも、購入しました。なぜね購入したかというと、まず耐荷重が100キロ以上あるということと、次にコンパクトに収納ができる、以前持ってたのはねちょっとコンパクトに収納できなかったんで、それは売っちゃいました。それと海でもね、埋まりにくい太いキャスターがついているっていうことですね。そして、そのキャスターにはストッパーもついているので坂道でも、止まるというようなことを思ってですねこちらにしました。サーカス TG コンフォートスローの2つの貼り方をご紹介します。よかったらね最後までご覧ください。はい、新しく幕を買ったので試し張りですね、したいと思います。近々またキャンプに行くので、ようやくね暑さが戻ってきたんで、ようやく暑さがね一段落したんで、ペグが何本だ入ってます。これは使わないと。あとこちらがガイド用のペグということだね。これもガイドだ。これがガイド用のロープで、これがガイドだね。うん、了解了解。そしてポールが2セット。これがメインの方だな。うん、で次に。これはフロントフラップっていうのか用のやつだね。正面か。これがテンション。あ、ちょっと横向いちゃうな。まあいいか。うん。はいはい。あ、結構簡単だ。うんうんうん。よし、じゃあフロントフラット。うん、反対か。はいはいはい。
まっすぐなのか。袋で止めて、いいじゃん。うん、オッケーオッケで、フロントは開けるとこういう感じか。同じように開けて、フロントをメッシュにすれば結構涼しいな、やっぱりな。ああいいわ。思ったよりも居住空間は結構あるんな。ああいいかもしんない。ちょうどソロにはちょうどいいね。結構贅沢な広さ。ああ風が通るからいいな。はい、天幕デザイン推奨の、タープみたいな感じで、ね、開くやつ、それができました。うん、おお崩壊する。おお、いやーこれいいわ。ほんとタープ代わりになるから、あー最高。だいたい170弱だけど、169か。だけど自分にもちょうどいい。ああこれだったら腰疲れないな。あいいわ。ちょっと風もあるけどずれないね。ああいいわ。あー気持ちいい。ちょうどね風もあって、気温も28度ぐらいかな。涼しくて気持ちいいです。あーこれだったら広々してていいわ。やっぱりコンフォートする買ってよかったな。おお最高の開放感だな。いいわ。
タープ代わりにもねなるし最高。